寝具とは、人の睡眠に供するための道具である。寝具は、睡眠の際に外気によって奪われる熱を遮断し、暖かく寝るための、あるいは睡眠時に、これを妨げる害虫などの害を遮断するためのもので、ある。人という動物はもともと、熱帯や熱帯にかけての気温に即した身体構造をしており、目が覚めている時間では、 体の向上性維持を行う自律神経の働きで、ある程度の体温調節が効き、また衣類を着用することで、体温調節を行っている。しかし就寝時には、自律神経の働きは鈍り、また活動時には動きやすく暖かい着衣も、寝ている時には、いささか窮屈である。このため寝具が必要となると考えられる。今日では、 人間の生活環境は熱帯から寒帯、さらには極地に至るまで広まっているため、地域によって様々な寝具が発達しており、地域差の他に生活や活動の環境に応じて、あるいは個人の思考によって多様な寝具が利用されている。なお気温がある程度に高い場合でも、腹などの体の一部分を冷やすことで体調を崩す人は少なくない。熱帯地域や そのような季節でも、シングは腹などの特定部位を過度に冷やさないために利用されている。ゴリラは、就寝前に周囲の草木の葉を使って寝床を作ることが知られており、これは霊長類でも一部の種族に見られる行動様式であるという。なお彼らは、毎晩新しい寝床を作ってはそこに寝るため、人間のように専用の道具イコールシングを持っているわけではない。 その一方で、ペットないし、コンパニオンアニマルなどでは、人間から与えられた、特定の寝具に愛着とも見える行動を見せる個体も、いる。これら寝具であるが、人が寝床を一緒に定めるような、住居を持つ習慣をつけて以降、ダニやノミといった、吸血虫の文字通りの温床となりやすくなった。これはこれら外中の幼虫が、寝床に落ちたフケや垢といった。 皮膚老廃物を餌として生活し、成虫となって、後に餌となる動物もいるため、これら外虫のライフサイクルが循環してしまうためである。この害を防ぐためには、定期的に寝具を選択したり、天日で干す、風を通すなどして清潔に保つ必要がある。寒冷地では犬イイトなどの例によれば、氷点下の外気に一晩さらすだけでも、病害虫の繁殖が抑えられるという。 また就寝中は発汗が少なからず発生するが、汗は悪臭のもととなるため、これも天日で干すことで殺菌、消臭できる。特に太陽光線中の紫外線による殺菌効果は古くから寝具、衣服の衛生維持に利用されてきた。近年では布団乾燥機などの器具も発達し、特に生活の忙しい向きに重宝がられてはいるが、 この道具は天日干しに一歩及ばないところがある。天気のいい日には布団を干すローを惜しまないことが勧められる。ただし、直射日光を当ててはいけない布団として、うもう布団が挙げられる。こちらは、風通しのいい日陰で干すことで快適に使用することができる。ちなみに、干す時間は日本では30分から2時間程度でも、かなり快適な状態にできる。ありがとうございます。